カケリンは、中華人民共和国の政治家。第10.11代中国人民政治協商会議、主席、第16.17期中国共産党、中央政治局常務委員を歴任し、第4世代の有力メンバーとみなされていた。ポーランドのボグダン・ボルセビッチ上院議長と1940年3月8日に、河北省と丸頭県にて、農民の息子として誕生する。 1958年に、河北工学院電力学部に入学し、電気設計と製造を専攻した。そして在学中の1959年12月に、中国共産党へ入党する。1962年の卒業後は中華、人民共和国第一機械工業部に、エンジニアとして入部し、後に、製品の研究、管理部門の副部長を務めたが、 文化大革命の際には、厚生省に左遷された。第一機械工業部時代に、江沢民と地域を得て、ディラン製、ラガン、ソケイコーラと共に、共産党の中核となっていく。1978年の改革開放後に、中国機械設備進出口総合思想経理に就任し、1983年には、大元大型機器工場長に就任した。 1985年から1996年の間に福建省において、党委員会常務副書記、省庁、党委書記などの要職を歴任した。1995年に北京市党委書記陳起動を中心とする汚職事件が発覚すると、翌1996年に北京市長に任命され、姿勢の立て直しに取り組む。1997年に、 お食捜査式を取っていた安志健康の公認として北京市党遺書記に就任した。同年に党中央政治局委員となる。2002年11月15日に党中央政治局常務委員に選出されて党内序列第4位となり、2003年3月13日に全国政治協商会議主席に就任した。2005年からは台湾政策を担当するようになった。 2009年1月に、統制治理論士、旧税1月16日号で、多党制は誤った思想だと指摘する論文を発表した。北京市長就任に関しては、教石、主要機、古今東などがそれぞれ別の推薦者を出していたが、江沢民の強い推薦もあり、就任は決定した。また、復権時代に夫人が、アモイで発生した円花密輸事件に関与したとの、 噂も流れたが、これも、江沢民の配慮で明らかにならなかった。これらの点から、かは、上海出身ではないものの江くとともに、特に熱心な江沢民派と目されている。なお、政治局常務委員就任に際しては同じく、江沢民派であるソ、祖啓港、江くとともに1割程度の批判票が出た。ロシアのメドベージェフ大統領と2004年9月2日に、 家計林の北京市当初期の任期中に直接または間接に迫害を受けたと主張する法輪功学習者がスペインのマドリード国家裁判所に訴状を提出し集団虐殺罪及び拷問罪で家計林を告訴した2006年6月6日にスペイン最高裁判所刑事法廷は数名の法輪功学習による集団虐殺罪で 中共交換の家計林氏への上訴を受け取り、スペイン国家裁判所に審理を予備調査をするようにと命じた。中国共産党はこの問題に関して、スペイン政府が適切にこの問題を解決してほしいと発言した。オーストリア・ウクライナでも同じ罪状で法輪功学習者から提訴されている。また、2007年9月14日には来日中のか。 ケイリンを法輪校学習者二人が大阪地方裁判所に集団虐殺罪で提訴した。翌日の15日には日本各地から数百人の法輪校学習者が応援のために神戸市に集まって市内の公園で集会を開き3時間近くにわたってデモ行進した。ありがとうございます。